バンナリマステ、バンナリマステ。さあ、ということで今週も始まりました、はい、週刊パチプレイフリー TV のお時間ですよ。はい、やってまいりました。分かってますか、あなた。分かってます。大丈夫ですか。はい、もうね、だから香里ちゃんレギュラーになって今週で2週目ですけども。2週目です、はい、慣れましたか。なんとか慣れてきたかなとは思いますけど。そうですか、ね、パチンコとスロットどっちが得意とかあるんですか。パチンコが得意ですね。パチンコですか。はい、やっぱあれですか、ついてるからですか。ということで今週は UFO 米子新町さんにお邪魔しておりますけども、はい、はい、今週はあ、あ、かわいい蝶ネクタイついてるでしょ、はい、ね、これは今日僕がね何をやるか瞬時にして悟りました。何やるんですか。例のあれですよね。まあ伝統というか儀式というか、はい、この男儀式、はい、ね、何ね、未だ嫁が見つかってないこの男のね、今日はねドル安ラブプランです。ラブプラン、ラブプラン、はい、これはもう今までね、はい、もちろんあの千恵ちゃんも美香ちゃんも、うん、やってきてますから。え、私とってことですか。そうですよ。え、嫌だ。だからね、いやいや何を言ってるんですか、あなた。始まる前からこのね、だから少子化時代、はい、なんとかしなきゃいけないっていうね。いやいや、ここじゃなくてもいいじゃないですか。世の中を変えていこう。いや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 、だからそんなこと言ってるから少子化がねどんどん進むんですよ。そんなことないでしょ、ね、自分で見つけてくださいよ、そんなの。いやいや、それができないからこうしてるんでしょ。なんでここなの。いやいや、編集長公開お見合い企画、ドル安ラブプラン香りバージョン。3人にはクランキーコレクションをプレイしてもらい、ドル安編集長が大当たりを引くたびに前もって用意したラブプランを上から順番に1つずつ達成していくことができます。反対に香りちゃんが大当たりを引けばドル安ラブプランを次々と解除。恋の駆け引き満載って感じですね。で、毎回やってますけど編集長もほんと懲りない人ですね。ドル安さん当てるとどんどんこうね進んでいくんです、うん、進んでいく。どこまで行けます、かおりちゃん。私、ね、最終的にはこう一泊旅行、はい、無夫婦結婚までこうね視野に入ってる感じなんですけど、はい、我々としては、我々としては勝手に入れないでください、はい、これあのね、はい、あのね、数々今までのやはり美香ちゃんも千恵ちゃんもここまで行ってますから。嘘、足の匂い嗅いでましたから、ね、マジで。ヤングさん当てたらどうなるんですか。え、僕はだから、恋のキューピッド役ですから、ね、思いのままです、僕の。ヤングさん、私まだ来て2回目なんで、ね、はい、いや分かるんですけど、やっぱね日本のことを考えてますから僕は。この国の未来のことを真剣に考えて。ワールドワイド、ね、少子化時代よね。今回お邪魔したのは米子に初上陸したパチスロ専門店 UFO 米子新町。エントランスのゆったりとした休憩スペースが完備され、お客様すべてに満足していただけるホール作りを目指しています。さあ頑張って。それではドル安ラブプラン用意スタート、ね、あなただけですね。本当嫌です。嫌、ね、だ。大丈夫です、出せばいいですから、まあ、でも最初に当てても意味ないですよね、これ。そうですよね。ドル安編集長の一途な思いは香里ちゃんへ届くのか。あ、ちなみにヤングさんは恋のキューピッド役。どちらに味方してもいいので一番楽しいポジションですよね。元はねクランキーコンドルとかクランキーコンテストとして、まあ、あのスロッターの腕自慢の台なんで、ぜひチャレンジしてみてください。編集長、第一印象というか何回も会ってんですけど、この番組を見てからすごい警戒するようになりました。いや、彼と二人でデートはきついでしょう。なんとか阻止したいと思います。やっぱドル安さんは、香里ちゃんはどの辺がやっぱ好きなんですか。そうですね、まあやっぱりちっちゃくて可愛いってところ、はい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 、おそらく、はい、某2名よりと比べて、はい、暴力も振らないと思うんです。するとキューピット役のヤングさんに早速チャンスが。ないですから。そうですか。さあクランキーチャレンジ、チャレンジ、よいしょよいしょ、羽が3つ揃えばチャンス。これはチェリーかな。これでパーセンテージが出ます、ここに。はい、25。ああ、くっ消えちゃったから、はい、多分。あ、当たった。当たった。おっと、ヤングさん幸先よく大当たり。キューピッドもなんだか今日は張り切ってますね。で、バーは全部に目押しがいるんで大変です。真ん中に鳥で、ここは赤7。
でここに青7を狙います。これで14枚で、あとは全部取り赤赤取り赤赤で取っていくと最大枚数が取れる。ヤングさん、クランキーコレクションの勉強もいいですけど、何か大事なことを忘れていませんか？そんな感じで、はい、あ、ちょっと何、あ、忘れてた。ちょっと今日一番大事なものですよ。果たしてヤングさんはどちらに味方するのか。この人にね、なんとかお嫁さんを見つけてあげたいと。アドレスゲット、迷惑。アドレス毎日メールするって。毎日ね、あの拒否します、ドメインしてみたいな感じで。これ私が当てたら取れるんですよね、うん、よしよしよし。そうです、いやいや、あのだから足していただいても結構ですよ。足さないですよ。ドライブデートしたいなと思ったらね、とその時、そうですか、足すことは絶対ないです。ちょっと名前言って。編集長も見事大当たり。この理不尽な公開お見合い、一気に波乱を巻き起こしそうですよ。ドライブまで展開が早い。ドライブとか好きでしょ。ドライブ好きじゃない。好きじゃないよ、好きじゃないよ。最初だけ、鳥赤青です。ビタです。赤編集長の最終目標はどこなんですか？ここでしょ。とりあえず、まあまあまあ、最終的にはここですけど、結構お尻に弱いと思うんで。まあ皆さん、そんなにイライラせずに、温かく最後まで見守ってあげてください。ちなみに、ちなみに聞きますけど、ドライブデートはどこに行きますか？以前行けなかった、あの大阪の方の UFJ から入って、出雲大社行こうかなと思っちゃう。本当やだ、いいです。なんだっけあそこ、縁結びですよね。もう絶対、いや絶対行かない。封鎖してその道を全部。するとそんな嫌な気持ちが伝わったのか、かおりちゃんに大チャンスが。あら、あ、リーチ目、リーチ目当たり、当たり、あ、当たりました。やったー、栄養となった。おめでとう。はい、かおりちゃんも見事大当たり、はいはい、さあどこ足します？足さないです。出さないの？取る取る取るの？取りますよ。そうですか。こちらの方を取らせていただきます。ありがとう。これでドライブデートは阻止。でもドルヤスさんがチャンス。マジ？チャンスをずっと伺っていた編集長、これが当たるとまたもドライブデートですよ。九十。怖い、愛の力ね。はい、編集長、再びドライブデートゲット。するとまたこの人にチャンスが。もうセットに来てるよ、もうチャンスが。また早くないですか？あ、ないかな、まだわからん。ない、あ、ないですね。危ない。と、ここはかおりちゃんセーフ。どうやら勢いは編集長にあるか。狙ってましょう。あら、当たった。あー、すげー。編集長絶好調、ついに手をつなぐまでこぎつけました。助けてくださいよ。そうですよね、こんなことまでじゃないと無理なんです。いつものことながら、ヤングキューピットは最後まで編集長の味方なので、あまり期待しない方がいいですよ、かおりちゃん。ここがやっぱり男性の味方をしてね、なんとかね、清水さんにお嫁さんを見つけてあげたいなと。清水香織って名前になったらどう思う？いや、ちょっと待って。清水香織、清水香織。いや、連呼しないでください。勘違いされるかもしれない。清水香織、いや、ない話じゃないですよ、これ、ね、いや、ほんと。香織ちゃん、頼れるのはもう自分だけ。こんな理不尽なラブモード全部外しちゃいましょう。がしかし、この人の勢いは止まりません。違う違う、あれ出てきたんです。何も出てないのに、何も出てこない。確定じゃないそれでしょ、こんなの。あれ、7、7行きましょうか。あ、違うんだ。違うっぽい。ああ、天才。はい、またも編集長大当たり。この人の片思いはどこまで突き進むのか。いよいよ、まあ、そもそも第一条件が、あのね、ネクタイとか道具でもいいらしくて、もうすぐで嗅げるって言ってますからね。いや、どこか
かがします。そうですね、脇とかどうですか、脇とか。あ、じゃあ脇にしますか。脇をね、まあまあ愛する人ならどこでも。そうですよね、あげちゃいますよね。ちょっとヤングさんもあげてくださいよ。俺あげたら助かるのかな、なんでよ。私そもそも引きがすごい弱いから不利なんですよ。なんであんなに張り切ってんだろう。完全にね、職権乱用ですからね。本当に。ただね、はい、なりふり構ってらんないんです。ドルヤスラブプラン香りバージョン、編集長の片思いは香りちゃんに届くのか。ドルヤスばっかり当たっとるぞ。後半開始早々チャンスが来たのは香りちゃん。そうこそは、あ、来た来た来た、クランキーチャレンジ。トリトリ当てたいね。羽なら 50% だよ。はい。あ、羽根50%、 15、いや分からんよ。あのね、リプレイとか子役になって、はい、もう一回になって、もう一回になって上がっていくパターンもあるから、これがどんどん、うん、わー、これないパターンだな。あ、ない、ない感じです。かおりちゃん残念。なんとかラブボード全部外して終わりたいところですが、ドルヤスは確実に今日はものにしていっとるからね。確かに今日の編集長は絶好調ですからね。すでに頭の中では結婚の二文字がちらついてるんじゃないですか。あー、入った。おー、リーチ目です。よしよし。で、かおりちゃん、キューピッドのヤングさんがかおりちゃんの味方をするとは限りませんよ。おめでとうございます。やっぱり職権を乱用してこういうね、卑猥なことまでしようとするのは同じ男性としてどうですか。いや、あのね、正直なところ言うと、はい、最低ですよ。最低でしょ。最低ですよ。そうですよ、決まってるじゃないですか。はい。ただね、はい、そうでもしないと嫁をゲットできない現実もあるわけですよ。実力でちゃんと口説いてもらわないといけないですよ。そうですよね、女性としてはそうですよね。そうです。ね、うん、力ずくで奪ってほしいですよね、魅力でね。はい、はい、ね、なので、はい、これをキュイッとキュイッとやってもらえれば。いや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 、ここはでも嗅いでもらいましょうよ。ちゃんとやっぱこうテレビ的なこともあるんでね、この鬼。やはりキューピッドは最後まで編集長の味方のようですね。まあテレビ的なことまで考えてくれてることは嬉しいですけど、香織ちゃんがいやいやながら嗅がれてるところをね、見たがるんじゃないかなと思って、ここはひとまずこうしときましょう。もうせめて一回当てて嗅ぐぐらいは阻止したいですね。がしかし今日の恋の神様は意地悪。あー入ってるですよ、ね、マジで伝統のゲチェナ、ゲチェナですよね。2画目から、うわー、えらいことになってきたよ。どうしよう。どうする。あー、かおりちゃん気をしっかり、負けちゃダメですよ。今までないぐらいのハイペース。そう、今までないぐらいのハイペース。おー、ほんとやばい、どうしよう。ピキピキです。ヤングさん、女子の味方にもなってください。ね、キューピッドの力には頼らない方が。そんな諦めモード漂う香織ちゃんにチャンス到来。さあ、フランキーチャレンジ。来た来た、次こそ。羽来た。 15% 間違えた。 50% えらい違いますからね。はい、25。微妙。あ、まだ、あ、もうないわ。かおりちゃん、もうかけてあげる言葉が見つかりません。なんで？もう運命じゃないこれ。ヤングさん、助けてくださいって。だって次キスでしょ。次キスです。なんだもう、本当に。あ、やっぱ入ってた。ヤングさん、見事大当たり。最後ぐらい香織ちゃんの味方についてあげてもいいんじゃないですか。はい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 、おめでとうございます。ヤングさん、もっといいね。まあね、今まで散々ドリアスの味方をしてきたんでね、ちょっとキスはいくらなんでもいきなりね。ということで、じゃあこれ外しましょう。お、
キューピッドヤングさん素敵。初めてこの企画で女の子の味方になってあげましたね。それでもまだかげるですけどね。あとやっぱりね、テレビ的にかげるって面白いなと思うね。見たいでしょ、かがれるところ。ラブプラン実践終了でございます。わーね、まずは頑張りましたね。頑張りましたね今日ね。本当にね、頑張ってる人は好きですけど、はい、これに対して頑張られても好きにはなれないです、ね、そうですよね、はい、ただ、はい、結果はご覧のように、そうですね、はい、ゲールまで来ましたから、ね、マジで嗅いじゃってもらうことになるんですけどね、はい、ね、どうですか匂いの方は、自信の方は。匂いの方はおいにの自信は、今日は余計に焦ったんで結構出てると思いますよ。汗ばみましたか。汗ばんでましたんで。なるほどなるほど。もういいですか、じゃあ脇でね、脇で脇行っちゃいましょうか。はい、ね、はい、あ、いいですね、キップが良くて。脇行っちゃいましょう、ね、はい、OK 出ましたよこれ、ね、いろんな男性を敵に回して、ね、いや、あなたね、まあそれはしょうがないですよ、ある意味こう恨みを買うのはね。そうですか、ね、ほんと夜道は気をつけた方がいいと思う。そうだね、声つけないと危ない。月夜の晩ばかりじゃないですから。まあどうでした、あとクランキー。楽しかったです、ね、なんか私その A タイプで狙っていかないといけないタイプ苦手だったんですけど、はいはいはい、自分でこれはチャンス目かとかリーチ目かとかを探しながら打つの結構楽しかった、ね、そうなんですよね、はい、子役外れでリーチ目になる形がね結構多かったり、退屈せずに打てるんですよね。ぜひ面白そうと思った方は打っていただきたいと思います。はい、さあということで今回はね、ドルヤスラブプランやってきたわけなんですけども、はい、残念ながらね、まあ目指すとこはここだったんですよ。本当ですよ ね、 ね、ここまでは行けなかったんですけど、これ言ってたら私なんて親に紹介したらいいか分かんないですもん。いやいやいや、職場でね、はい、オフィスラブ、はい、清水香織になりますっていう嫌ですよ、言えばいいんですよ、それは言えないよ。いや、ね、あんた何言ってんのって、はい、まあただね、残念ながら、はい、まあ、結婚まではいけなかったんですけど、うん、陰るとこまでゲットしたんで、うん、はい、あとはね、自力でね、きっかけはもらったってこと。そうですよね、はい、話は嗅いでからっていうことで、はい、今週はこの辺でお別れでございます。さよなら、また来週見てください。バイバイ。バイバイ。さあということでお待ちかね、かげるタイムがやってまいりました、はい、ね、はい、今日は随分ね汗ばんでるっていうことなんでね、汗ばんでおります、はい、本当に、ね、じゃあ嗅いでいただきましょう。これ大丈夫ですか。いや、もうあなた特権ですよこれ、はい、どうですか感想の方は。トレビアーンキモい。ついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。